東高寺は、福島県郡山市湖南町中野に所在する、新言宗と与山派の寺院。木造阿弥陀如来座像としては、東北最大の中寺大仏で知られる。1053年、藍津地方に攻め込んだ源義家が、神仏の加護への感謝や、戦死者の供養のため、中寺村の山中に道を建てて、仏像を安置したのが、始まりと伝わる。安置された、 中地大仏が福島県指定有形文化財に、また、境内にある直径約280センチメートルの大仏のケやきが福島県指定天然記念物中地大仏境内の大ケきと大絵の木が郡山市指定天然記念物に指定されている。中地大仏東高寺に安置された高さ約3メートル寄せ木造り、失敗仕上げの阿弥陀如来像で、 東北地方最大の座像と言われる。源義家が三森峠から合津地方に攻め込んだ最の神仏の加護への感謝のため、中寺村から東方に約30丁の山中に銅を建てて安置したものと伝わる。その後、火災に遭い、銅から引き出すために肩の部分を削り落としたため、肩幅が狭くなっているほか、再度の火災に備えて汽車の上に乗っている。 明るい時間であれば窓から姿を見ることができるが近くで見学するには事前の問い合わせが必要。中寺大仏に関するカテゴリー。ありがとうございます。